恋が始まりつつあるけれども、私は大人なので私もついていっちゃうわよ。ああそうか、自覚してないタイプだ。あいや刺さるって気になっちゃうから、あー恋まずらしちゃいますわ。手繋ぎたいとか手繋ぎたいとか手繋ぎたいとか。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはリライフ第12話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたリライフですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第12話ということで最終回一歩手前でございます。まあ完結編があるんで、まあとりあえず節目一歩手前ということで、まあちょっと前回はかなりしんみりして、なんかもう先輩っていう風にもなっちゃったし、あなたそんな引きずらなくてもよかったんじゃないか、あの会社が悪かったんじゃないかっていう風に思ったりとか、結構やっぱり心の柔らかい部分をこうグイ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 押されてしまい、ちょっと僕の心がキュンってなってしまったわけなんですけれども、今回また高校に戻ります。高校に戻ってなんか大賀くんとなんかカリュウさんの矢印がずんずこずんなんじゃないかみたいな、そういう展開が待っておりますので、今回も楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーいスタート。すいません、ちょ前回から若干鼻声なんだけど、マジで寒くなったり暑くなったりするのやめてください、アレルギーが出ます。ということで、リライフも行ってやってみましょう。もう青春とこの社会の温度差に僕も確かに寒暖差アレルギーを受けているのかもしれません。もうさあ、新た。なんかもうさ、新たがさ、最初なんかうじうじしたような男の子みたいな、なんか、ブラック企業というか会社すぐ辞めちゃうような、言ってしまうとやっぱり、ね、イメージ的になんかこらえ性のない男の子なのかな、的な雰囲気を醸し出しつつも、こう見てると、やっぱりなんか仕方ないなっていう風に思っちゃうな。難しいじゃんね。あんな環境の中でっていう。さあ、僕、石郎さんと夜明けくんが話したところ僕気になってるからね。夜明けくんと新たが話してるときに石郎さんが見てたのは僕気にしてるからね。あれ？彼は確かリライフ研究所の可能性ゼロじゃないです。あ、は、おはようございます。花火大会。どんどん矢印が強くなってない？ごめんなさい。あら、十字の。かわいい。あら。そうね。あら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 。あんちゃん。あんちゃん。あら、ちょっとピリついてない？あら。ちょっと、バチてバチて、しらばしらばしらば。しらばってる、しらばってる、しらばってる。あら、やばい。煽っているな。あははははははは。夜明けくん。やばいやばい、怒ってる怒ってるよ、これめっちゃ怒ってるよ。先輩からの指導が入ります。うん、あー、亮下の名前。ああ、あ、やばいやばいやばい。心がギザギザしてる。あ、そうね。貝崎さん。ああ、さんだもんね。くんじゃなくて。あら。ああ。
やばいね、ちょっと恋が始まりつつあるけれども私は大人なのです。あら嬉しそう。そうね、貴重だね。あ、何もしなくていい1ヶ月半ってやばいよな。さあ石頑張れもうテストしかしてなくない？大賀くん優しすぎ。お？あ、付属あるんだ。はい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 。まあ広く選択肢、ああ一緒に行けるかと思ったけど、ああもうちょっとどこの大学行くの私もついていっちゃうわよっていうのを言ってほしい。カリュウさん、そうか、内部生になるわけだ。ねえ、新たな、あ、そうか、ああそうか、終わりか、お別れだもんね。ああ、七郎さんとお別れしちゃうのが切なもうバリバリに飲酒。バリバリ飲酒。まあそうね、ここじゃないと。そうね、強い。あ経費ってことになるんだ。強い強い。経費で飲めるでかすぎ。あ、ああ悲しい悲しい。うん、なるほどね。あ、そうなんだ。へえ。そうね、大賀くんから矢印だから気にしてないのかなと思ったけど、そんなこともなさそうなんだよな。けど今回で矢印目覚めそう。嫉妬させる？まあ、確かに夜明けくんイケメンやしな。ん？ああ、それはそうね。はい。失礼いたしました。あら。仲いいなあ、この二人。うん。いいの？ありなの？でもその一年が記憶から、だからこそ切ないっていうところだよね。一年限定だからね、この青春は。みんなと一緒にってわけにもいかないし。え？マジ？すごいね。
大学何でもできるな、マジで。運動以外何でもできんじゃん。マジで惚れる。こんなイケメンだしな。強い。安定の負荷。夜明けくんもしっかりいるな。ねえ、かっこいいのにね。純粋に。あら、純情イケメン？ああ、まああるだろうね。かわいい。好きになっちゃうわ。え？じゃあ私立候補しちゃおうかな。好きな子。あーら、ごまかしてる？やばいやばい、苦戦してるから笑ってる笑ってる、岩城くんが。岩城くん、後方で笑っている。あら、あ、かなり、かなり、オーガフィルターの中では、カリュウさんかなりよく映ってない？あら、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 あ、あ、そうか、自覚してないタイプだ。無自覚矢印。そうね。ん？あ、いや、刺さるって。あー、突き刺さっちゃった。矢印返ってきちゃった。そうね。お？あら、順序。あら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 、かわいい大賀くん。あら、ハレンチ。さて、なんか送ってるよ。あんちゃんに送ってたりするのかな、どうなのかな。さて、英語書テスト補習か。そうね。あら、ソリ、テスト中だから後ろ向かないで。あら、でもなんかちょっと順序かましゃしてないの、見ちゃいけないと思ってるからみたいな、なんかあるんじゃないの。あ、やばい、もうもうちょっと大賀くんが可愛くて僕もだえてるわ。お？何？あら？え？後輩じゃん。親戚です。あ、やばくね、これマジで。やべ、名前見忘れた。関係者？親戚？まあ一般的に言うたら、ちょっと若干パパ活近いけど。でも2014年にパパ活の概念があったかどうか。うん。てか、なんかまた違うね。知り合い同士の話って感じじゃなさそう。え？
キだったりする？カリュウって書いてあったっけ？やべえ、見てなかった名字。何？兄貴？ん？あ、そうなんだ。ああ、よかったよかった。まあ、怖いな。ああ、もう、すっと引く。ここは、大人の見せ所だぜ。よかった。スマート。お、いいね。いいね。さすが、二人きりにする。いいですわね。もう意識し始めてるよ。もう、大賀くんは。ん？かわいいなあ、カリュウさんは。あー、痛い。いいな、でもやっと分かってきたぞ、大賀くんが。鈍感すぎるなと思ったけど。あら、でも好きになっちゃうから。あー、声まずらにしちゃいますわ。いやー、だからそこら辺の切り替えがうまくできてないだけだったね。いいですわね。後方父親ずらしていいっすか？後方青春見守りおじさんしていいですか？手つなぎたいなーとか、手つなぎたいなーとか、手つなぎたいとか、手つなぎたいとか、手つなぎたいとか思ったりしないのかなーとか、一晩経っても手つなぎたいなと思った。いいですわね。大学意識してって思ったけど、こういう刺激がないと意識できないわな。こんだけピュアピュアだと。お、俺好きかも。矢印かも。ポン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 、いいんじゃないですか？ポンポン。お、ピポポンピポポン。チャラ男が。うん。あら！あ、コロンビア！始まったな。きたー！かっ、うわー！始まってしまうわ。始まってしまうわ。この子可愛すぎないか？どんだけ純情ピュアピュア路線男子なの？そうか。いいね。うん。8月10日。いや、移住、あ、なんでもないです。そうよね、でも。あ、もう。あら、きやー、なんか、夜明けくんもいる。夜明けくん、普通に混じるようになってるんだけど。よし。鈍感戦力外。ついで。あんちゃんは女子でいいと思うけどね。
大人だけど。あら。確かに恋愛について検索するくらいだもんな。あら。この中の3人ロールプレイしてるんだもんね、少なくとも。面白いな、状況として。マジな高校生のが少ない。あー、まあまあ割と、あ、やばい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 、これはどっちどっちだ。愛想笑いなのか。笑ってる。お？いたな。あれ？大賀くん、視線の先に。カリュウさん？明らかに面白い状況になってる。お？大賀くん？はーな。ドゥクドゥ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 。オッケー。あー、コロンビア。ドゥンドゥクドゥドゥドゥ。おい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 、プー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 ってなっちゃうよ。プー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 ってなっちゃうよ。さあ、次回最終回でございます。とりあえず一段落、まあ完結編があるっていう頃なので、まあ完結編まではまだまだ見ていくんですけど、とりあえず一段落、放送段階での最終回とだよね、次回だから。一段落つくわけだ。いいね、あの段階の中で少な大人さんに、まあひしろさんもリライフしてたなら大人4人があの高校生の恋の相談を受け付けるというロールプレイ3人だからな。ひしろさんはでもなんかリライフしてたとしても人格あんまり変わってなさそうなんだよね。あんまり変わってなさそう。ロールプレイっていうことをしてなさそう。なんか。大賀くん視点ではこう見えていたわけだ。がいた夏は遠い夢の中。ホワイトベリー。めちゃめちゃ流行ったよね、でも。何がきっかけで流行ったの？この曲って。あ、来た！ピロピロリン！やばい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 、カリュウさん考えてるぞ。君のことが好きだからだよ。相談。あら、全員誘った？全員に送る、一人、二人きりではなく全員と。いや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 。まあそうね。浴衣見たい。レンタルできないのかな。あ、買いに行く、すごいですね。あら、あらあらあら、あ、やべ、脳破壊、え、脳が壊れる、あ、脳破壊、え、何、あら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 になっちゃうわよ、私。はい、というわけで見終わったわけなんですけども、いいですね、いいです。もういいんですか、こんなにもらっちゃって。もうなんかもう染みちゃいますよ、もうこのなんかもうさ、甘酸っぱい感じ。いやー、もう十分青春友情劇で染みたんですけれども、あー、恋愛も染みるわ、本当に。あー、あったんですね、僕にまだ染みしろが。あー、まだ染みれる部分があったんですね。もうこれ以上ないくらい染みてしまったわと思ったら、まだ染みしろがありました。あー、いいね、いいね、いいね。
まああの状況はやっぱり何度見ても面白いな。でもなんかあの中で最低3人は高校生のロールプレイをしているというね。あーいいな、夜明け、なんかやっぱり改めてなんか夜明けくんとかが混ざってるの見ると面白いよな。あーいいねいいねいいね、新たも、うん、なんか過度に刺激しすぎない程度にやっぱり青春を謳歌してね欲しいっていう気持ちで背中を押してるよね。そこがまたいいよね。あーなんかやっぱり僕はやっぱりもう直球でさ、カリュウさんの気持ちに気づいてあげるよう言ってあげてよっていう風に思っちゃったけど、あーそこら辺もよく分かってる大人だよね。好きな人はいないの？キスしたいとか手つなぎたいとかそういう人はいないんですか？語りかけてしまうわけです。そしたらあーいるかもしれないわっていう風になって、もう心がもうドクン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 ってなってしまうわけですよね。あー心にしみるは次回告白ということで、あーいいんじゃないですか。付き合ってめっちゃ幸せでござっすみたいな、あーいいよな。この二人付き合ってる様子を見届けるというのもなかなかおつなものではないでしょうかっていうところで、まあ新たに関しては恋愛しないんですかみたいに言われてるけど、さすがにできないというか、まあ菱代さんなんだろうけど、とはいえね、なんか忘れちゃうんですから、とはいえさ、でも忘れちゃうのに、それ、なんか、忘れちゃうって分かってて付き合うってなるとさ、なんか、なんか時間をなんか、無駄に、なんかね、虚構の時間を過ごさせたみたいな感じになっちゃって、なんかやっぱり罪悪感出ちゃうよね。いやー、なかなかに複雑。夜明けくんのことをリョウと呼んでいて、もうかなり脳が破壊されかけていたんですけど、やっぱり菱代さんリライフしてるよなー、この感じだと。やっぱりなんか菱代さんとくっつかせようとしてるもんね、分かってるもんね。いいんじゃないですかって、だから隠したまま付き合わせようとしてるんじゃないかなっていう説はあるんだよな。で、多分ね、菱代さん的に新たがリライフしてるっていうのは多分なんとなく気づいてると思うんだよね。新たからは気づいてないんだと思うんだよ。だからこそ、新たは経験豊富なんですねって言った瞬間に、なんか私は異常ですいませんみたいなことを言ってたけど、多分それは実年齢に対してみたいなところだったりもあるのかなっていう雰囲気はある。いや、いいな。気になる要素っていうか、やっぱりなんかやっぱり伏線に見えてしょうがないよね。いや、でもよかった。なんか、ちょっと、後輩くん出てきて、あ、やっべえかも、これ、終わりです、みたいな感じになるかと思ったら、いいですね。もう後輩くんから、大人から友達を守る。いや、彼女、これから好きな人、思い人、守ってやるぜ。大賀くんの男気、マジかっけ。そうかそうか、気づけないな。あんだけピヨピヨなんだもんな、大賀くんな。やっぱりさ、イケメンだからさ、告白もされてると思うし、やっぱりそういうのは意識するというか、ね、ここまでピュアだと思わなかったから。そうかそうか。もう、カリュウさんと幸せになってほしい。カリュウさんもさ、素直じゃないのが超可愛いからさ、めちゃくちゃいいと思います。いいと思います。ピュアピュアすぎる大賀くんと、もう素直になれないカリュウさん、とてもいいコンビになるんじゃないですか。さあ、次回、最終回、楽しんでやっていきましょう。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、リライフ第12話でした。バイバイ。